お邪魔します。撮ってます。危ない危ない。危ない。救急車。二階に。え、これ古民家。古民家です。もう今時。古民家。今時の家になってる。上見てください。上はもうすごいですから。梁がすごいね。梁とかもめっちゃすごいですし。あっちのあそこにちょっと見えてる木曽石なんかは130年前の木曽石ですよ。あ、どれ？これ。ああ、そうなんだ。はい、この石が。この石がもう、このまま使ってます。こうなってるんだ。動画とかでよく見てたって。あ、そう、そうでしょ。こうなってるんだ。ああ、こういうのいいね。いいうちもする？気安いなさんな。おいだけいいか。鴨さん家をしたらじゃないですか。鴨さん家を。そうそうそう。そうそうそう。やりがいあるよなあの家。あるよ。どうするっちゅうぐらいな。おいた銀行。おいた銀行。おいた銀行にしてもらう。いや謙信でもいいよ。誰かしてっちゅう。そう。誰かお願いします。鴨さんゲストハウスみたいな。ね、あ、鴨さんに会いに来た人が泊まれる部屋ですよ。あ、そうそう、それはな、そうしたいんですね。うん、まあ、泊まれるところはね、もう必要やんね。言いますよね。あ、ここ泊まれる、ここ泊まりますよ。ここはどういう施設、研修施設？あ、ここはもともとは僕らも、うん、実習生とか研修生の宿泊施設、社宅が欲しいよねっていう話で古民家は買ってたんですよ。買ってたんですけど、コロナになっていろいろ新しいことをしなきゃいけないっていうことで、まあ自分は農泊発祥の地なんで、まあちょっとじゃあ宿泊事業を始めようかってことで、まあ一棟貸しなんですけど、一棟貸しので泊まれる、はい、どのお客さんでも、どのお客さんでも泊まれます。そうなんですか。はい、泊まれます。いいですね。ぜひぜひ5人まで同じ料金で泊まれますので。ちなみに一棟貸しいくらですか？一棟貸しで5万5千円で貸してます。はい。お客さん来ますか？お客さんね、僕宿泊業って僕初めてなんで、ちょっと分かんないですね。ちょっと宣伝の仕方とかいろいろあるじゃないですか、ね。ぼちぼち夏休みぼちぼち入ってます。あ、そうですか。まだまだ思ったよりもね、いつも満室みたいな感じにはなかなかまだまだ難しいんで、これからかなと思ってますよ。はい。素敵やわ。ぜひ。ここはドマやな。ドマです。はい。おかみ。おかみさん。おかみが今日。おかみさん。おかみがいるんで。あ、はい。おかみちょっと案内してください。あ、はい。かしこまりました。かぼさんを。はい。はい。ご紹介を。ご紹介。あ、そうです。雑貨のおかみです。え？この古民家の雑貨関係をプロデュースしてくれてる。ああ、そうです。人で、はい、福岡県の牛富町。はい、はい、そうです。で、紬日和っていう雑貨屋さんをやってます。で今なんか見たことあるんですよね、動画で。あ、そうですね。何の動画の時だったかな。キャンキャンクラブです。わかりました。どの動画で見たんだろうと思ってキャンキャンクラブです。キャンキャンクラブですね。ジョブさんは分からんと思うけど、これでしょ。何でしたっけ。宮田さんと M1 グランプリ。 M1 グランプリ出た。あ、見た。見た。あ、そういうことか。そうなんですか。そういうことですよ。あ、じゃあ今管理されてるんですか。はい、ちょっとメンテナンスとか、はい、はい、マニュアル作りとかをしていただいてます。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい。僕、じゃああとお任せしていいですか。僕につきましょうか。いや、いいです、いいでしょう。はい、綺麗どころの、はい、はい、ですね。よし。もう買い物はしたんで、お腹痛い。ちょっと今心はいっぱいいっぱいなんですよ。ちょっと、そうなんです。今日楽しいお買い物したんです。あ、ちょっと、はい、ぜひまた動画、いい草刈り、はい、はい、動画見てください。草刈りだけじゃないからね。もろもろ、ね、楽しみですね。顔でかい。お世話になっております。今日ありがとうございます。今日良かったですよ、宮田さん。良かったです。50万ぐらい買いました。それが足りなかったんですよ。30万もいってないんですよ。ダメですよ。ダメやな、はい、
おかしいですよ、だから途中から30万ぴったり買うっていう変わってるんで僕がいないところで勝手にどんどん買ってますからね。あんな稼いでる人の循環線と。そうですよね、そうですよ。まずね、金持ってないやつは髪の毛染められない。色抜いて銀にするっていう2回ですよ。金持ちの証拠ですよ。宮さんは地毛ですよ。ナチュラルですよ。宮さんのヘアスタイル大好きなんですよ。本当ですか。はい、宮さんなかなか見ることないと思うんですけど、動画の。宮さんでも月に3ヶ月に2ヶ月に3回ぐらい散髪行くでしょ。1ヶ月に1回いや、で、まあ、あなたは何回ですか。僕2ヶ月に1回だ。2ヶ月に1回で2倍か3倍の値段払うんですよ。1万円。バカじゃないの。もちろん坊主したら2200円。でも坊主じゃないじゃん。そうですよ。1回3500円でしょ。3300円。3300円でしょ。ほら2ヶ月に3回行くでしょ。行かないよ。1ヶ月に1回。1ヶ月半に1回だ。どうでもいい、おじさんの。どうでもいいです、ね、あ、自分も話してたよな、はい、緑にしようかなって。いいじゃないですか、カモスだからね。いや、もともと白髪なんですよ、真っ白なんで、はい、黒に染める必要ないんじゃない。そう、ね、そう染めるんだよね、一緒です、緑に。一緒です、一緒の感覚です、うん、あ、白髪。僕も白髪すごいんで、うん、全国の全国の皆さん、YouTube 始めるとみんなね、農家のおっさんたち髪の毛染めたがるんですよ。皆さんそのヘアスタイルが好きやわ。本当ですか。やっぱノリ？え？ノリ。おいちょっと。なかなか言えないでしょ。おにぎり持ってこい。なかなか言えない。ノリついてますよって。え？ノリついてます。あれスタビン。すいません、妻の家です。はい、はい、じゃあコミカないよ。コミカない。おかみがしてる。もう自分の動画これでいいでしょね、うん、一本、うん、もう草なんか刈るのめんどくさい。そうそう、なんかちゃんと刈ってくれ。僕の融資を取ってくださいよ。本当に。まあとりあえず別動画でね。はい、はい、草刈りの動画じゃないですよ。この格好ですよ、僕の格好です。いつも、はい、です。いやでもモッチーさんめっちゃかっこいいになりますよ。本当ですか、はい、そこ見ないですけどね。動画で見てください。はい、はい、はい、じゃあちょっとどうぞ、はい、2階とか、はい、じゃあお邪魔します。ここは台所です。はい、ここはキッチンです。東洋キッチンで、はい、ちょっとおしゃれなキッチン。東洋キッチン、はい、なんか東洋キッチン有名みたいで、はい、おしゃれな。ここでデザイン屋さんが作ったわけじゃなくて、既成のあれです。そうです、既成の東洋キッチンスタイルっていうメーカーがあってですね。はい、ここはスライドするのが、もう買いやすいということで。いいね、こんなキッチンだったらお料理もすごい頑張って作りたくなった。いいね、なんか形が正方形なんですか。はい、ベリキューブ。うん、あ、押しますね。知らなかったんですけど、おしゃれな。おしゃれですね。すごい。で、あとは食器関係。食器はまた、はい、はい、こだわりの石川樹脂工業っていうところの、はい、エイラスっていうお皿なんですけど、線から落としても割れないって。これ陶器なんですか。あ、いや、樹脂でできてて。繰り返し使えるというか、ダメになってもでももう一回再生しやすいような素材で作られている。 なんていうエイラスです。エイラス、はい、まあ、エイラスの食器を、はい、カトラリーとかもさばいてます。すごい、全部なんかスタイリッシュで素敵ですね。昭和の茶碗がないな。100均とかじゃらせんの。100均はいかんわ。いやー、おしゃれだわ。こちらはなんかお土産のワインとかも飲めるように。なるほど、はい、ちゃんと割れない味もだからね、ワインだよね。そうだね、素敵。これ割れないグラスですか。はい、これもちょっとこれプラスチックなんですけど、割れないように。なるほど、アカトラリールも素敵。割り箸とかじゃないで。そうだね。ね、素敵。樹
樹脂でできている、うん、ステンレスとかじゃなくてステンレスじゃなくて樹脂、そうそう、再生できるんですよね、これも、はい、ね、再生できるようになる、すごい、やっぱり SDGs 的なコンセプトですか。そうですね、はい、そうですね、持続可能な、うん、素晴らしい、すごいな。これもなんかコンロもちょっと変わってますよね。はい、これは何それ、岩谷さんのコンロだけど、はい、ちょっとほら、やっぱりそれは何が普通の、うん、何がいい、普通のと違う、ここの側があるよね、側があって、多分こう熱が外に行かないようになってる、これもこう熱が集中するようになってるでしょうね。すごい、こんな普通の こだわりがいいよね、うん、こだわりがね、もうなんか私とかやったら、うん、特売品とか買ってから、そう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 、あのこれ今いや、そうそう、そこの妥協がないところが素敵、うん、そのガスもね、ちゃんと岩谷さんの、あ、はい、ガス、ね、岩谷さんのガスちゃんと使ってるんで、本当や、こういうところ、うん、この細かいところ、細かいところがすごい、すごいと、え、これって精米、あ、そうなんですよ、はいはい、お土産宿泊特典に、はい、玄米が5合入りが2つ付いているので、はい、ここで精米してすぐ食べていただきます。ここで精米して、はいはい、すごい、精米機と炊飯器と、まあ、土鍋でも炊けるように、土鍋も、はい、いやなるほど、いいね、もう このままこびってからうちやりたいぐらいね、このいい精米機があって、うん、土鍋で炊けるので、うん、うちの地区だってね、かっちゃんの作るお米でとかできたらいいね。精米したてのお米がすごい美味しくて、美味しいでしょうね、そうでしょうね、塩だけでいいですよね、すごい美味しいです。いや、そういうのでなかなかみんな食べることないですよ。いや、そうなんですよ、ここで、あと宿泊特典にお味噌とか梅干しとか、うん、納豆も、地域で作られてる納豆もついてるので、すごい、え、これは特典ってこと、お土産、この中に入ってるものは何を食べてもいいの、あ、そうなん、全部宿泊特典で、はい、すごい、ちょっと冷蔵庫のものも、だってこれドライフルーツもあるんだよ、あ、そうなんですよ、ワインもあります、すごい、すごいやん、味見のものにこだわって、はい、こんないい施設ないやん、ちょっと泊まりに来ないけんな、みんなで、うん、ぜひぜひ何人まででしたっけ、5名様まで、ね、5名、あ、5名、5名以上になったら、はい、寝袋おじさんとかでも大丈夫なんですか、あ、なんか外でテント張ってもらっても、あー、すごいし、はい、一応お布団は休憩できるように全部までご用意はしていい、お食事は自炊でっていう、はい、素泊まりだけどこれだけの特典がついてます、はい、あと実はこちらの宿泊特典で、ドライトマトのスパイシーなカレープリンスハンバーグさんの、オリジナルですか、オリジナルですか、またおしゃれなの作ったね、かわいい、このイラスト、ちょっとスパイシーで辛いんですけど、でもすごく美味しいです、美味しい、はい、ドリームハーマーズのオリジナル、有機コーヒーとかも、はい、有機コーヒーと、あとブドウマンのタオルも、出たブドウマン、ブドウマンのタオル、いやーすごい、お土産ってたくさん、はい、なんかドリームハーマーズさんのは立ってるブドウマンなんですよ、はいはい、でもこれはあの古民家用でゴロゴロしてる寝てるブドウマンで、ゴロゴロ、あ、ゴロゴロやな、本当ゴロゴロ、ゴロゴロしてるブドウマン、面白い、はい、はい、次でもこれ土地の名前が竜王って言うんですね、そうなんです、竜王地区、結構高台ですよね、ね、はい、ここに竜王山っていう山があって、はい、ここにお城があったんです、お城があった、はい、すごい、なんか歴史のある場所なんです、ここが一段上がるんですね、ここが土間で一段上がってまた上がるんですね、はい、はい、小上がり、はい、はい、じゃあ、はい、こちらは小上がりになっていて、あの床暖房も実は完備している、じゃあ冬もいい感じですよね、これここでゴロゴロあのしてもらえるように、会議とかもできますよね、はい、はい、うわぁちょっと Wi-Fi も繋がってますし、 Wi-Fi もすごい、おこんな贅沢な、これは古民家のやり方として参考になりますよね。天井も高くて、
はい、はい、そういう職人さんが地元にいらっしゃるんですか。はい、ありがとう。工場系さんというか古民家専門で。あ、古民家専門ではないみたいなんですけど、台湾で照明の当て方も素敵でね、いいんですか。なんかこれ二人座りじゃない、これ二人座りじゃない、違う、無理なんですよ、すごい贅沢。そうなんですよ、女性のデザイナーさんが、デザインされていて、ゆっくり居心地がいい、居心地が最高な、ああってなりそうな、そうです、めちゃいそうな。これはニトリじゃない、ニトリじゃないニトリじゃない、関家さんなんですよ。すごい、いや、そこがすごい。もうそれはタブスカンパニーやったらあんたコメリやニトリやわ。なんてこう落ち着くんだろう。すごいね、これはいいよ、一個持って帰ろうかこれいくらするんですか、一脚。結構でもお客様に来ていただくのはこれぐらいあってもいいよね。もちろんそうやけどな、通って会えないけど、ビジネスになったらやっぱりどこまで通してくるかって微妙なところやと思うけど、すごいよね、こーれすげーわ、世界だもん。あ、じゃあ行きますかね。あと1階はまだあるんですか。あ、1階はもうあと園庭。うわー、あ、園庭ですね、縁側、縁側ですね、はい、こういうのもいいよね、ちょっと出て、ちょっと出て、はい、ね、いいですね、飲めるスペースが広くて、うん、これはいいわ、なるほどね、いや、ここはけんけん、なんか宿泊施設をしたいという私の思いが、あ、そうなんですね、昔から必要あったんですよ。だから、なんかなんかこんなの見ると一気にドーンってくるなやりたいって思う、あ、あとフライテレビがあるので映画見放題です。あ、これですか。あ、これもソファーは一緒ですか。そうです、はい、川か布か、はい、で座ってみてください。あ、クッションのやっぱり向こうの方がドーって沈む感じ、ね、あ、川の子が、でもこれはこれでやっぱりこれ見るたびに、くつろげそうやわ。あ、そうね、ちょっとしっかりした感じね、こんな家具とかも全部オリジナルになるんですか。これの家具屋さんで、なんかちょい、スマートテレビです。地上波は映りません、はい、これがいいですよね、もう俗っぽいものが、はい、そうそう、はい、俗っぽいものをなく特別な空間として過ごせるように、地上波が映るともう本当になんか家感がどんどん出ます。そうそう、そうですよね、それがいい、素敵。こちらなんかちょっと右の間になってて、ああ本当だ、ちょっとここから霊界って外に出られる、ああなるほど、なるほどね、ここ座って外見れるやん、はい、すごいですね、あ、見れる、あ、ちょっと下あれが、で、こちらお尻ですね、はい、うわー、これはいいですね、一応シャワールーム、あ、はい、今がシャワールームが、シャワールームとボディケア、あ、うん、これはいいですよ、こっちもシャワーで2つある、受けられる2つ、ね、2つあるといいですよね、圧縮すると。このイメージは誰がこの構想を、あの真面目な話で言うと地元の工務店さんです。大工さんがいる工務店さんって少ないじゃないですか、だからやっぱ地元の大工さんはやっぱおじいちゃんおばあちゃんの話を聞いてて、ここが昔竜王っていうのはこういう木を使ったのが良かったとか、柱、あ、やっぱこれ使ってるなとか、地元を知り尽くしてる大工さんたちがもう現場現場でやりながら、あ、すごいね、だから最初の設計とだいぶずれてますよ、はい、
けどもね、はい、まあその辺は家の作りもそうなんですけど、はい、こういう食器類のこだわりとか、はい、こういうなんか何ていうかなチョイス、はい、これはなんかデザインこれはあの向こうさんね雑貨の神が、はい、ああじゃあそこにこだわってすごいな。ちょっとした調度品がどこでも買えるような安価なものじゃないというところにすごく感動してます。そうそう、うん、安物を買ってこない。そうです、はい、テレビも地上波映んないってそれもすごい素敵なこと、はい、そう YouTube 見せるためにそこかっていや地上波はいらないですってそう、ね、そう地上に来てるのに上もいいですか。あ、ちょっとどうぞ上行きましょう。はい。螺旋階段も綺麗。皆さん大丈夫ですか。大丈夫です。絶対こける。いや、そんな感じ。すごいこれ。これも素敵。これあの壁は土壁は古民家風にわざとこれですか。それももともとあったんですか。あ、もともとですね。もともと。はい。おうわぁ、ちょっとまるで竜のようにすごいなぁ。それがここはお泊まりの部屋になります。はい、ここは用寝室になります。今日はちょっとお布団がないんですけど、はい、はい、景色がこう窓で切り取られた感じしません？いいですよね、本当に絵画のようにとかも高さとかも天井もね、なんか色が落ち着いた色で、ここがいい空間だし、ここなんですか、ね、座ってあちらの窓から景色を、いやあ本当やちょっと奥にパンって行きます。ああこれ気持ちいいわこれはいいわ。もう布団とか敷かんでここで寝るやろいや、ほんとそんくらい針が立派ですね。すごいね。これ、築何年の家だったんですか？126年です。おぉ、すごいね。ひくちゃんとこ家なんの？いや、あれ昭和の家で。昭和？うん。でもの、建物古い感じがするよ。古いけど、あの中古物件のあれ。中古物件はそうなんや。へぇー。外国の人は食べたら。おぉ、持ってた、そのままなんか寝れそうやと。あ、そうです、ここだ、そうです。これですよね。これいいよ、これいいよ。ここ違うでしょ誰も喜ばん、誰も喜ばん、私の動画やけどな。ああ、そう、おぉ、なるほど。ここに、なんか置いてそうね、ワインとかすごい。やっぱ読書してほしいな、うんうんうん、ちょっと思って一応本棚のあっちに設置したんですよ。カボさん、あの本を書いたらですね、寄贈していただきたいです。おお、ブックエンドがちょっとありません？なるほど、これはいいですね。どうぞ上がってください、うん、ここで脱ごうとするけど、あ、すごいな。でしょ、まだ今あんくらいなんですけど、あれが壁一面に広がるのが夢ですね。なるほど、いいですね。ここ下が見えて、ね、ここはもうあれですね、布団敷いたらいけるんですね。いや、敷けますよ。もうなんかいろんな事情で、うん、あの敷きたい人は敷いて終わったりします。あ、はい、いやー、ここ本当この空間いいですね。ここはこれは皆さんよくやりましたもんね。すごいですね。すごいですよ。やっぱ味噌のやっぱ民宅のこう、ね、流れを次の流れみたいな感じ。民宅はすごい大事ですごい価値があるんだけど、こういったスタイルを次のスタイルかもしれない。非日常。すごいです。すごい素敵です。いや、見に来て欲しかったんだよ、うん、あ、よかった。なんか自分最初ね、動画で見てる時はなんか古民家なのに
なんか古民家らしくないっていうか、なそういうイメージあったんですよ、はい、けどもやっぱ良かったです、なんか古いものを残したいものをちゃんと残しつつ、うん、ちゃんとそこに新しいもの、うん、なんかまさにこれからのなんか生き方のスタイルみたいな、うん、提案してる感じがするよ、ね、うん、全部こう新しくするじゃなくて、そうそう、さっき地上波がこう今存在をちょっと考えらさせられるとこで、今 YouTube とか他のネット配信とかあるじゃないですか、時代変わってるんですよね、この先どういうスタイルでリスペクトしながら地域残していくかと思うと、多分これ最大限面白いやり方だと思うんです。床暖房入れる、螺旋階段入れる、まあ、まずないですよ、古民家のリフォームに。でもそういうのをやっぱ大学生とかの若い力がやりましょうやりましょうって言って、でもさっきねおっしゃってて、階段が竜だからこの梁も竜のようにって、うん、そんな表現した人初めてなんで、本当ですか、あそっか螺旋階段からこの梁が竜なんだと思って、うん、ね、いやすごいなと思います。泊まりに行きたくなります。行きましょうか。いや、あなたとは来なくても、そんなわかっちょだからそのみんなでさ、どういうことですかそれは、チワ喧嘩やめてくださいよ身内のチームワークやってくださいよちゃんといや、そのみんなでね、うん、そう、みんなで、あ、でも男女来たら一応別れる、あ、これ大丈夫ですか、はいはいはい、あそこ、はい、一緒だったらね、まあ間違いは起きないですけど、はい、起きても何にもどうでもいいような時差ばっかりそうそうそう本当はね、今日泊まってほしかったんですけど、すいません、明日が予定が、だから全泊するかなと思って、あ、全泊すればよかったですね、うん、あ、そうですね、はい、まあ、また次の機会、はい、すいません、改めて、はい、ゴージャスなドレスを着てくる、なんかさ、ファンミーティングの時に使うとか、うん、カボスさんとうちのファンミーティングに、うちのファンミーティングは誰も来ないんでいやいや、うちのカボス TV の視聴者さん5人限定ぐらいで連れてきて、草取り姉さん連れてきてあげたいな、ああそうそうそう、そういう人ね、ぜひぜひそれをやってくださいね、はい、うん、草取り姉さんそれはもう草取り姉さんに、草取り姉さん来たことあるんじゃない、あ、ぶどう狩りとか来てます、あ、ここには来てない、ここには来てないですか、あ、そうです、姉さん相当感動する、こうやって来る、ここ来たのは多分有田さんです、あ、有田さんね、はい、まあじゃあ素晴らしいお勉強させていただきました、はい、なんかすごいワクワクしました私は、うん、勝手にありがとうございます。本当なんかね、私たちの地域もこういったそのここまでできなくてもやっぱ人が滞在する仕組みを考えなきゃいけないのですみません電話の着信音いい話してるのに本当しめたんです、ちょっとすいません本当すいません、他にも、はい、まあいいんじゃないこれでということで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、また素晴らしいもありがとうございました、ありがとうございました、すいません、どうですかカボスさんに会った感想は、あ、なんかかっこいい、普通のおじさん、かっこいいおじさんで、おじさんで、はい、じゃあ普通のおじさん、あれ、モッチーさんとカボスさんどっちがいいですか、モッチーさんはいい、そりゃカボスさんですよじゃあカボスさんと俺は